んにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの飼育や観察に役立つ情報や、アリのペットとしての魅力を、美しい映像とともに発信していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。はじめに、皆さんに報告です。アリのエンサイクロペディアさんのイベントで当選した、陽一さんが制作された木製巣に引っ越した梅松大アリですが、快適そうに暮らしていてとても嬉しいです。この調子でコロニーをどんどん拡大してほしいなと願っています。この動画では飼育中に発生した梅松大アリの新情報とオスアリを人の手で結婚飛行させ、さらに脱脂状を手に入れる方法について紹介します。梅松大アリの飼育中に新状をとオスアリが羽化してどうしようか悩んでいた方も、この動画を最後まで見てアリに結婚飛行させ、脱脂状を得て新たな飼育をスタートしてもらえたらとても嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。梅松大アリのコロニーを竹ポキや枝ガシャで採取して飼育したことのある方は、飼育中に新情をとオスアリが羽化した経験があるのではないかと思います。特にそれがサテライトコロニーだったら巣内交尾をしてほしいなと思ったこともあるのではないかと思います。今現在そのような悩みを抱えている方も実際多いのではないかと思います。では、飼育中のコロニーから新女王とオスアリが羽化した後、それらに結婚飛行をさせる方法を紹介します。まずは、餌場に新女王とオスアリが出てきたら、それらを別の容器に回収してください。容器には逃げられないようにベビーパウダーを塗っておくと良いでしょう。ただ、ベビーパウダーを塗ると、飛び立つためのジャンク台がなくなるので、ジャンク台になるようなものも一緒に入れておくと良いでしょう。今回は、ジャンク台として、餌場用の石膏スロープを使います。石膏スロープを使うメリットとしては、加水ができる、ということです。加水して、容器内の湿度を上げることで、結婚飛行の確率が上がります。もし、可能な方は、透過採取で、梅松大アリのオスアリと、羽付き女王を採取し、容器に加えると良いです。血統の異なるオスとメスを加えることで、結婚飛行の確率がさらに上がります。その時に、確率は低いのですが、運よく脱脂状を採取できたら、それはそれでいいですね。今回は、自宅のコロニーから羽付き状を6匹、野外から採取した羽付き状を6匹、の計12匹で実験します。オスアリは15匹でスタートし、その都度、透過採取した個体を追加してきます。それでは、梅松大アリに結婚飛行をさせていきます。用意するものはこちらです。バケツは、なるべく深めのものを用意します。深めのバケツを使うことで、アリが飛びやすくなるので、結婚飛行の確率が上がります。それと、集めた新女王とオスアリですね。それから、バケツからアリが逃げ出さないようにするため、ラックを用意します。はじめに、羽アリを入れたケースの蓋を開けて、バケツの中に入れて、ラックをかけて逃げ出さないようにします。次に、バケツを部屋の中で、最も暗い場所に置き、上から懐中電灯で照らします。暗い場所に置くことで、羽アリたちに夜になったと思わせて、さらに懐中電灯で照らすことで、その明かりを目標にして、羽アリたちが飛び立つようにします。今回はトイレの中に置いて、しばらく放置します。懐中電灯ですが、今回は熱くなりすぎないように、LED のものを使っていますが、白熱電球や蛍光灯の方が、
より結婚飛行の確率は上がります。翌朝、一匹の女王アリが羽を落としていました。結婚飛行成功です。羽を落とした女王アリを飼育容器に回収して飼育します。結局今回12匹の羽付き女王アリをこの実験で試して6匹が羽を落としました。6匹のうち1匹はすぐに亡くなってしまいましたが、元気な5匹をクリアケースに入れて飼育したところ、すぐに産卵しました。こちらは3匹を同じケースに入れて足しで飼育しているグループになります。ウメマツオアリは後天的単子性のアリで、コロニーの創設は足しで行った方がスムーズである可能性があります。我が家にあるウメマツオアリのコロニーは、もともといた女王に素内交尾で生まれた女王がいるので、足し状態で飼育されています。なので今回ウメマツオアリを足しで飼育しています。こちらは2匹の女王を同じケースに入れて足しで飼育しているグループになります。ウメマツオアリは湿度の低い環境を好むアリのため、加水できる石膏巣ではなく、クリアケースにほんのわずかに加水したティッシュを入れて飼育しています。乾燥種は巣から水を飲めないため、飲み水を半分に切ったチューブで与えています。それから今回脱出せずに産卵した女王が2匹いました。これらも回収し、それぞれミルクシュガーを与えながら単子で育てています。交尾せずに産卵したのか、それとも交尾したけど脱出せずに産卵したのか、もしオスアリが生まれてくれば前者に、マーカーが生まれてくれば後者になりますので、飼育して見守りたいと思います。今回羽付き女王12匹を実験に使用し、6匹の脱出女王を得ることができました。また産卵可能な2匹の羽付き女王を得ることができました。まとめると12匹中8匹、すなわち約 67% の羽付き女王が産卵可能な女王アリとして実験後に回収できたことになります。もし皆さんの中で同じような実験を他の種のアリで試してうまくいったとか、同じウメマツオアリでやったらこうだったとか、もっといい方法ありますよとかありましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をしていただくと、本チャンネルが配信するアリの飼育に有益な情報を素早く手に入れることができると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日もご覧いただき、ありがとうございました。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。この後、編集後期があります。報告が大変遅くなりましたが、アリエンさんのイベントで当選したバチが届きました。ありがとうございました。アリ観察会でつけたり、時々動画の背景で登場させたりしようと思っています。ではまた。